皆さんこんにちは主任講師の放送大学中川ひとしですここでは小学校プログラミング教育概論の科目紹介をいたしますこの本科目の目標なんですが小学校プログラミング教育の学習指導要領の解説位置づけや中学校・高等学校におけるプログラミングなどの解説から知識を習得するとともに 各教科での授業の実際や授業外の活動などの具体的な事例から理解を深めるようにするこの考え方の骨格だとかそれから具体的にどんな授業があるのかということについて授業映像を交えててご紹介しています具体的に8回の構成なんですがまず第1回では大元のその小学校プログラミング教育の考え方がどのように示されているのか。 そして第2回第3回第4回ですがここはまあ学習指導要領に例示されているかいないかはともかくとしてこの学習指導要領の中に示されている各教科等の内容を指導する中で実施するものの授業について紹介をしています。まあ、プログラミング教育の狙いについては1つ目はプログラミング的思考を育むことそして2つ目はプログラムの働きや良さ。 情報社会がコンピューター等の情報技術によって支えられていることなどに気づくことができるようにするとともにコンピューター等を上手に活用して身近な問題を解決したりより良い社会を築いたりしようとする態度を育むことそして3つ目は各教科等の内容を指導する中で実施する場合には各教科等での学びをより確実なものとすること。 この3つを実現狙いを達成するということをどうしていくのかここれれを各学校で非常に悩ままていいるととろだと思いますそれについてこの授業では詳しく解説をするということにしていますがこの文部科学省から公開されている小学校プログラミング教育の手引きについても書いてありますけれどもプログラミングに取り組むことを通じて児童がおのずとプログラミング言語を覚えたり プログラミングの技能を習得したりするといったことは考えられるがそれ自体を狙いとしているわけではないまあですのでここを目的とするわけではないのでじゃあどうするかということについて各学校が苦慮されているところまあこの授業では詳しく扱っています手引きではこの小学校段階のプログラミングに関する学習活動の分類というのをこの六つに分類しています A は学習指導要領に例示されている単元等で実施するもの B は学習指導要領に例示されてはいないが学習指導要領に示されている各教科等の内容を指導する中で実施するもの C は教育課程内で各教科等とは別に実施するもの D はクラブ活動など特定の児童を対象として教育課程内で実施するもの E は学校を会場とするが教育課程外のもの そして F は学校外でのプログラミングの学習機会まあ、これらの分類を意識して学校の中であるいは授業の中でそれ以外でどういう風に位置づけるかということを考えていくということになりますまあ、特にこの A と B は学習指導要領に示される 各教科等の内容を指導する中で実施するものですのでまあ、ここが中心になって学校の中でどうしていくのかということが議論されると思います第3回では学習指導料に例示されていないが学習指導料に示される各教科等の内容を指導する中で実施するものの授業括弧1となっていますこれ第4回では括弧2となっていますがこの違いですが第3回では 主に国語、社会、算数、理科、生活科、外国語活動などを中心に紹介をします。そして第四回の方は音楽、図工、体育、道徳、特別活動などを中心に紹介します。まあ教科等で少しこの第三回、第四回を分けています。まあそれでは第三回の授業映像から少しイメージを膨らませていただきたいと思います。どうぞ。 さあ今日用意した秘密兵器こちらキャラクターが計算をしてくれるように、うん、そうだね計算して最後どうしてくれればいいんだこのキャラクターを道案内を訪ねてそしてソロプログラミングを組んで車を走らせて,てくださいこ,こ行っていくー 自動運転のところをプログラミングをして社会的なねところの勉強をしていけたらな。八回の構成に戻りますが、第五回第六回では少し切り込みを変えまして、第五回はコンピューターを使わないプログラミング教育の実際を扱っています。 ま学校ではアンプラグド教材と言われるものを使ったりいろいろなものを使って実施をしていますがこれらについてどういう実際の授業があるのかということですねそして第6回ですけどもこちらの方はプログラミング教育で使う教材について紹介をしたいと思います小学校プログラミング教育の教材の主な種類です先ほどお示しをしたこのコンピューターを使わないいわゆるアンプラグド教材と言われるもの そしてコンピューターを使う場合にもビジュアル型プログラミング言語のソフトウェアのみを使う場合そしてもう一つはビジュアル型プログラミング言語のソフトウェアを使いながらハードウェア例えばロボットだったりブロックだったり基板だったりですねそういうものを、えー、伴う教材があります。学、まあ、学校にによよっっててては色々なこの3つのつ種類を組み合わせて学年によって分けるとか あるいはうちの学校の実態を考えると、ビジュアル型プログラミング言語の測定はのみでやるとか、まあいうように分かれるのではないかと思います。第七回は各学校の裁量により実施するものやクラブ活動などの授業活動です。まあこういうところでどういうことが実際に考えられるのかということについて第七回ではお示しをしたいというふうに思っています。まあ先ほどの学習活動の分類でいうと、 この CD に当たる部分ですねそして最後の第8回ですが自治体で実際にこの小学校プログラミング教育の推進の取り組みどう行われているのかその考え方それから具体的な例えば教員研修の方法を中心として、まあ、円滑な実施方法について解説をしていきます。まあ、以上ののようなラインナップでこの 授業は進めていきますぜひたくさんの方にこの授業を受講していただければというふうに思っていますこれで小学校プログラミング教育概論科目紹介を終わりたいと思います